歌店をご覧の皆さん、こんにちは、ミーです。えー、私、ミーはですね、えー、5月22日にファーストミニアルバム、姫をリリースしました。イエーイ、えー、ということでですね、まあ、このアルバム、姫は、えー、現代を戦うすべての女の子たち、す、え、べ、ー、ての姫たちに届いてほしいなと思って作ったミニアルバムです。 えー、中でもですね、リード曲は事務所の先輩でもある青山テルマさんに楽曲プロデュースしていただきました。えー、実はですね、ミュージックビデオの方にも、えー、テルマさんご本人に出演していただいているので、ぜひ楽曲と合わせてそちらの方も楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。えー、今回この動画ではですね、私のお気に入りの曲、お気に入りの歌詞、フレーズを、えー、紹介するということなんですけれども、 そうですね、まあ。もちろん全曲、えー、歌詞を楽しんでもらいたいんですけれども、まあ、中でも、えー、今回私初めてのラブバラード曲に挑戦しました。えー、ピアノ1本の曲でですね、すごく、えー、しっとり切ないメロディーの失恋をテーマにした楽曲となっております。そうですね。その中でもこう私が一番お気に入りな、えー、パートは、えー、夢中で 君に恋してたた代わりはいなかった友達にも他人にも戻れないよっていうなんか今こう自分で言うとすごく恥ずかしいんですけれども、えー、そんな歌詞がお気に入りかなっていうふうに思います、えー、もちろんですね他のの曲も私のお気に入りの、えー 心を込めて書いた歌詞がたくさんの、えー、アルバムになっておりますので、すべて全曲聴いてもらえたら嬉しいです。えー、今、えー、お知らせした歌詞でしたり、あと私の最新情報なんかは、えー、歌典に載っていますので、ぜひ皆さん歌店でチェックしてください。それでは以上、みーでした。バイイ。今日は自撮りでお届けしました。